残りは45分、マンチェスターシティのキックオフで始まります。ガレス・バリー、この動きがライト・フィリップスです。アデバヨ入った、ゴール決まった、マンチェスターシティ。ここで試合に動きが出てまいりました。ボールにはファブレガス、ウォルコット、ディアビ、アデバヨールがプレーに絡んでくる。キレキレです。足技を見せます。パスコースにはディフェンスがいます。アデバヨー、ロビン・ファンペルシー、さあゴールの方向を向きたい。スペースを狙ってきた、クロスを出した、ボールはディフェンスがクリア。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。アデバヨー一旦キープで落ち着きます。アルシャビン、チャンス、これは絶好の位置。スタンドの悲鳴が安堵の吐息に変わります。コーナーとなります。コーナーのボールはキーパーへ。ここを起点にできるか。ゴールが見えてきた。ファブレガス、オフサイド。オフサイドです。タイミングとしてはいいタイミングでしたよね。あとちょっとですね。バリゴールが見えてきた。完璧なタイミング、前に飛び出して相手に仕事をさせません。いやー、まさに完璧なタイミングの飛び出しでしたね。これはファンペルシー、ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ナスリがここにいました。アルシャビン、ファンペルシー、ルーズボールになった。ファンペルシーが行きます。ディフェンスがブロックに入ります。コーナーキックになりました。素晴らしいダイビング、ナイスキャッチ。完封で終わるというのはキーパーを含めたディフェンス陣に自信になりますよ。ゴールが見えてきた。同点です。このゴールで試合は同点となります。キーパーもこれは動けませんね。そうですね、どうしようもないですよね。バリ、スティーブン・アイルランド、つながった。ボールの動きが激しい。ボールにはウォルコット、ファンペルシー、つながります。ボールはどうだ。このクロスボールはディフェンスがクリア。ゴールはなりませんでしたが、いい攻撃が続きます。ファブレガス、この判定はフリーキックです。いました、バリーです。中に人は、シュートだ、ゴール。これで均衡が破れました。
両チームどう動いてくるでしょうか。これはもう自信にあふれているという様子がうかがえます。外と中が綺麗に連動して申し分のないゴールですね。さあキックオフ。アーセナル苦しい状況ではありますが、勝ち方を知っているチームです。まだ分かりません。スローインはアーセナル。動きに躍動感があふれますウォルコット。いい形を作りつつあります。コーナーキック。集中して守りたいマンチェスターシティ。コーナーキック。マンチェスターシティしっかり守りきりたい。コーナーを無事処理。スティーブン・アイルランド、周りを確認したい。バーに当たる。ベラミン、オフサイド。これは際どい判定ではないでしょうか。動きの質は悪くありませんね。あとはタイミング次第ですね。圧倒的な存在感、コロトゥーレ。テベス、アデバヨー、見入ってしまいます。主審はファールを取ります。これはイエローカードです。客席からはどっちになんて声も聞かれています。お客さんもよく分かっていますよね。アーセナルも攻めてはいるのですが、なかなかどうして同点までの1点が届きません。スローインでの再開はアーセナルボールです。前がかりに仕掛けていきます。これはパスミスになった。綺麗に通った。止められます。このエリア今日はもう鉄壁と言っていいでしょう。ベラミーからのパスは通りません。この後が重要です。さあこれからです。これは厚みのあるアタックになりそう。ベラミーでしたが、これは失敗。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。ナスリからでしたが、このパスはカットされます。パスがリズムよくつながっていきます。そうですね、効果的に回せてますね。振り抜いた。しっかりキャッチ。アデバヨールからのパスは通りません。これはいい展開。ゴールが見えてきた。なあ、これで追いつけるかと思いましたが、あれを外すとはね。前方に運びました。試合終了です。岡田さん、フレンドリーマッチではありましたが、盛り上がりましたね。Say no.